はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは。対話拒否チャンネルへようこそ。さあ本日もですね、元気に対話拒否をしていこうかなと思うんですけれども、皆さんはオフレホルスという言葉ご存知でしょうか。まあ、聞いたことある人もね多いんじゃないかなと思うんですけども、オフレホルスって魔法トラップを全部無効にするっていうギミックなんですよ。オフレっていうのは何かっていうと応急のオフレですね。このカードが魔法トラップゾーンに進ませる限り、このカード以外のフィールドの全ての魔法トラップカードの効果は無効にされるよと。で、ホルスっていうのはこのホルスの黒煙竜レベル8っていうモンスターですね。このカードは、表が表示を済ませる限り魔法カードの発動を無効にして破壊できるよっていう、何回でもこのカードとオフレを並べると魔法トラップが全部使えねえっていう、なんかクソみたいな場面になるんですよねこれは ECA より伝わるし最強ギミックなんですけれども、まあ、これを、まあ、令和でやったらどうなるかっていう、まあ、そういう話です。で、まあ、今回のデッキは、まあ、ちょっと対戦動画ではオフレを発動することはできなかったんですけども、まあ、一応理論上は可能です。はい、理論上可能ですけども、何が起きるかっていうと、先行でまず、まあ、オフレ張るっていうか、まあ、オフレセットするで、ホルスが出てる。で、未来竜王出てる。未来竜王出てて、で、結界像出るっていうこれが何を意味してるかっていうと、まずですね、魔法カードが無効になりますよね、ホルスで。で、トラップカードが王宮のオフレで無効になりますよね。で、まあ、未来竜王の効果でモンスター効果が無効になりますよね。で、結界像の効果で特殊召喚ができないと、数属性以外。こういうですね、もう本当に壁とやってろっていうデッキが、まあ、爆誕しましたんで、こちらね、ご紹介していきたいというふうに思っております。まあ、オフレホルスっていうギミックに、まあ、令和だとなんかやばいことが起きるわけですよ。いろんなモンスターが出るわけですよ。まあ、その出す過程でね。で、これをまあどういう手札からやっていくかっていうと、まあ、ムーンライトってなんかすげえソリティアに向いていて、ムーンライト、カレドチックっていうこのヒナと、トラ、ヒナとトラのこの2枚が、まあ、やっぱギミックとしてすごく優秀で、この2枚を揃えられると、まあ、宇宙が巻き起こるんですよ。まあ、ムーンライトエクシーズデッキ使ってる方であればよくご存知だと思うんですけども、なんか死ぬほどモンスター展開できるじゃないですか。なんかあの展開力を使って、まあ、ホルスを確定で出していくっていうギミックですね。一応レベルアップかオフレどっちかと、ヒナ、トラっていうギミックで今の言った盤面は成立しますんで、まあ、一応3枚コンボですね。まあ、オフレを諦めれば2枚コンボです。タイガーとヒナが揃うだけで、オフレ以外の、ホルス結界像を見られるよっていう意味わからん盤面はできるんで、まあ、展開は対戦動画ご覧ください。あとルートもクソ長いんですけど、クソ長いソリティアなんですけど、一応概要欄に貼ってますんで、知りたい方は見てください。はい。で、まあ、一応採用カードデッキコピー貼ってるから、もう採用カードも別にいいか。デッキコピー貼ってるんで、カードを知りたい方はご覧ください。デッキコピーを一応そのカレドチックとトラガー手札に来れば別にいいんで、結構ね、このムーンライトってサーチカードが多いんだよね。天気とか、あと月光河を墓地に送るとかね、セレナルダンスとかを墓地に送るとかいろいろあるんですよ。なので、まあ、かなりね簡単、揃えるのは割と成功率は高いと思ってます。前回オフレ最祖っていうオフレ最祖 VFD っていうなんかクソキモいデッキご紹介したんですけども、まあっちよりかは魔法カードの、発動をホルスが発動効果で無効にするからちょっと弱いんだけど、ただこっちの方が盤面は強いのよ。怪獣でリリースされねえとか、未来竜王がね出てるから結構やっぱその硬いとか、あと開始のターンのワンキル率が高いとか、まあやっぱ一長一短あるんで、僕は基本的にはこっちのデッキの方が好きです。サイソよりもこっちの方が好き。ただ対話拒否感はあっちの方が高いねオフレサイソの方がね、一滴とかも効かんから、あっちはこっちは一滴効いちゃうんだけど、はい。まあ一応怪獣ではリリースされないっていうメリットはある。はい、というわけで、早速このクソ対話拒否デッキをやっていきましょう。エクストラデッキとかメインギミックで質問があれば、ディスコードでなんか受け付けてるんで、コメント欄でもなんか書いてください。はい、以上です。それではクソデッキデュエルスタンバイ来い。あ、オッケー、墓穴来てる、完璧、もうほぼ完璧。まあ、オフレ引けてないけど、まあトラップカードはまあちょっと一回無視を。まずはオロフから入っていいか。
オロフクから入っていいな。オロフク入ってまあどっちも同じか。まあいいや、オロフクから入る。ディメンションアトラクター、無理だね絶対無理だね。全然無理、全然無理。墓地にカード送られたら意味わかんないから。でこれはさすがに止めざるを得ない。チェーなし。オッケー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 。ゾウジーとかはなさそうだな。マグナラあるかどうかちょっとわかんないけど、まあ一旦カレイドチックを出したいのでセレナードダンスを墓地送る。はい、で一旦演武天気を発動。演武天気の効果によってオッケー、ないね、もう言うはずない。勝ったな、マジでやべえ。ソリティア見せるわ、そしたらクソなゲーソリティアを今からお前に見せつけてやるからな。ムーンライト、セレナード、セレナードじゃねえや、ムーンライト、カレードチックの効果を発動。カレードチックの効果によって、黄色を墓地に送らせてもらうぜ。そして史上最強のぶっ壊れカード、ムーンライトタイガーを発動。ムーンライトタイガーのペンデラム効果により墓地のムーンライトモンスター相対を特殊召喚することができる。これによってさっき送ったムーンライトイエローマーテンを特殊召喚、そして2体のモンスターレベル4のモンスターに対してオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚、メイクの猛禽がどうのこうの。行けレイドトース、ラッキーオン、レイドトース、フォースストリックス。そしてフォースストリックスの効果と、フォースストリックスの効果によってこのカードのエクシーズは1つの時、デッキより闇属性、超重毒レベル4モンスター対応手札に加えることができる。これによりイエローマーティンを墓地のフリー、レイドラプターズシンギングレイニアスを手札に加えていく。そしてレイドラプターズシンギングレイニアスはエクシスモンスターが存在する場合、このモンスターは手札から特殊ができる。そしてレベル4のシンギングレイニアスとランク4のフォースストルックスでリンク召喚、サーキットコンバイン、現れよレイドラプターズワイズストリックス。そしてワイズストリックスのリンク召喚成功時効果発動、デッキより闇属性超重毒モンスター対応特殊召喚できる。これによりブラックフェザー精鋭のゼブロスを特殊召喚。そして墓地に存在するイエローマーテンの効果発動、イエローマーテンは、フィールド上の表側表示のムーンライトカードを1枚手札に戻し、このモンスターを墓地より特殊召喚。レベル4のブラックフェザー精鋭のゼブロスにレベル4のイエローマーテンをチューニング、メイクの猛禽がどうのこうの。エクシーズ召喚、現れよラックアンレイジャーターズフォースストリックス。レイズラプターズフォースストリックスのモンスター効果発動、このモンスターのオーバーレイユニットを1つ使い、デッキより闇属性超持続レベル4モンスター相対を手札に加えることができる。これによって俺はイエローマーテンを墓地の振りレイダーズウィングを手札に加えさせるので、そしてレイズラプターズモンスターが効果を発動した場合、レイズラプターズのエクシスモンスターが効果を発動した場合、ランクアップマジックソルシェイフォースをデッキよりセットできる。そしてさらにレイダーズウィングの効果発動、レイダーズウィングの効果はエクシスモンスターのオーバーレイユニットを1つ使い、このモンスターを特殊召喚できる。現れよレイダーズウィング、そしてムーンライトタイガーをペンデラムスケールにセッティング。このカードに一ターンに一度の名称短期制限はついていない。これはムーンライトタイガーの効果により墓地と存在するカレードチックを特殊召喚、そして墓地と存在する精鋭のゼブロスの効果発動、ゼブロスの効果により表側のカードを1枚手札に戻し、このモンスターを特殊召喚。そして400の自傷ダメージを食らう。さらに俺はムーンライトタイガーをペンデラムスケールにセッティングし、再び効果を発動このカード なんで大事なんだよ、おかしいだろ。イエローマーティンを墓地より特殊召喚、レベル4のモンスターが4体来るぞユーマン。俺はレベル4のマーティン、ゼプロス、カルドチック、レーダーズウィングでエクシーズ召喚、廃山機ダランベルシアン、ダランベルシアンのエクシーズ召喚に成功した場合の効果、オーバーレイユニットを4つ使い、デッキからマジックトラップカード、好きなカードを手札に加えることができる。これにより俺はレベルアップを手札に加えてしまうぜ。そして順番的には先未来利用がいいか、ナンバーズ以外の同じランクのエクシーズモンスターが2体でオーバーレイエクシーズ召喚、フューチャーナンバーゼロ未来用ホープ、そして未来用ホープの上に重ねてインチキエクシーズ召喚、フューチャーナンバーゼロ未来竜王ホープ。そして俺はセットしちゃったランクアップマジックソウルシェイブフォースを発動、ソウルシェイブフォースの効果によりフォースストリックスを墓地より特殊召喚し、フォースストリックス一体でオーバーレイネットワークを再構築、エクシーズ召喚、
寿司三昧。そして聖国竜王アーティムスの効果発動。このモンスターの効果によりオーバーレイユニットを1つ使い、デッキよりドラゴン族モンスター対応交渉ゼロにし特殊召喚できる。そして手札よりレベルアップを発動。レベルアップの効果によりホルスの黒炎竜レベル6をレベルアップさせる。現れよホルスの黒炎竜レベル8。そして俺はワイズストリックスと、聖国竜王アテムスかっこ寿司三昧でリンク召喚。現れよ王身長シメルグ。そしてこのモンスターには恐ろしい効果があるぜ。エンドフェイズ王身長シメルグの効果で使っていない魔法トラップゾーンのレベル以下のモンスター一体をデッキより特殊召喚。現れよ烈風の結界像。これによりお前は風属性以外のモンスターを特殊召喚できない。今の場面教えてやろうか。風属性以外のモンスターを特殊召喚できない。そして魔法カードは永続的に基本的には無効。そして未来竜王の効果でモンスター効果は無効。これが最強盤面。石化の光、そんなカードは無効だ。ホルスの呼吸によるレベル8の効果発動。魔法カードの発動を無効にし破壊することができる。どうした、ひとしずく持ってねえのか。ひとしずくがねえと黒炎竜は突破できねえぜ。そして未来竜王の効果によって君のこれ攻撃誘導系のモンスターいたらめっちゃ強いのにね。なんかルート開拓してなんかもう一体なんか攻撃誘導系モンスターいたら結界像も突破されんっていうなんかやばいこと起きそうだけど、さあどうする。君の番、君の手札は ほぼ全て死んでると言っても過言ではないな、おそらくな。ただセッカってことは、あ、炎光セッカ来た。セッカってことは怪獣あるかもしれないですね。まあ多分これで、あれがいないことは確定しましたけどね。風属性のガダーラは、ガダーラがいないことは確定しましたけども、確定はしてないか別に。電光石火、これ多分怪獣格やっすね。怪獣格や、石火怪獣格やっすね、これ。おそらく。ってことは意外とやばいぞ。ってことは意外とやべえ。ちょっと怪獣マジで戻し、あ、シシオアルファ、メンデー、関口メンディーすぎる、それは。ちょ、待って。未来流を、リリースだけ本当にやめて。あ、ダイナレスラーパンクラトプスはいいや。ダイナレスラーパンクラトプスは最悪いい。やべ、俺のホルス、しょられるか、これ。ホルス、しょられる問題。まあでも大丈夫。王身長シムルが残ってるしね。まあ、パンクラトプスは、未来竜王を破壊できないんで、でも破壊するとしてはホルスしかなくて。で、獅子王アルファは、効果発動すると、未来竜王でパクられる。結構きついじゃないか、これ。パンクラトプスはいいよ。あ、いいだろう。で、どれを。さあ破壊する効果は、あ、まあ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 、それはスルーだよね。よくやったホルス、お前は石化を止めただけでも仕事をしたと言っていいだろう。石化の光効果いいだろう。まあ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 、まあ、1枚、手札をデッキに戻して、カードを1枚引くことができる。これによって怪獣を引こうっていうのか。うららいいだろう。さっきデッキトップで引いたのかな、うららちゃんは。ってことは投げなかったもんね、さっきね。さあどうする。怪獣だけ本当にやめて、怪獣だけ本当にやめて。いやでもね、これ怪獣されたところで、でもこれ返せるんですよ。全然無理だね、全然無理。え、俺いただいちゃっていいのそれ。大丈夫か、お前その効果発動したら俺のもんになるぞ、獅子王アルファは。大丈夫か、息してるか。いったらけー。これね、ムーンライトタイガーがまた墓地からわらわらモンスター蘇らせることができるんで、王身長シムルの効果を活動しよう。シムルクの効果によってゼプロスを手札から特殊化していく。ういぽい。これで墓地から蘇らせられるんでランク4ができるんですよね、簡単に。あとはだからあのモンスターをぶん投げれば勝ちですわ、こちらとしては。かっこよく勝つか。じゃあこんなことできるんだよっていうところ見せます。まずはムーンライトタイガーの効果を発動。ムーンライトタイガーの効果によってムーンライトカレードチックを墓地より特殊召喚。そして墓地に存在するムーンライトイエローマーテンの効果発動。イエローマーテンの効果によりムーンライトタイガーを手札に戻し、このモンスターを特殊召喚していく。そしてレベル4のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚、現れよレイダーズナイト。そしてレイダーズナイトはこのカードの上に重ねて1個ランクの高いレイドラプターズまたはファントムナイツまたはエクシーズドラゴンモンスター1体をエクシーズ召喚扱いで特殊召喚できる。
セレナードダンスの効果もついでに使っておくぜ。セレナードダンスの効果により手札を1枚墓地に送り、俺はデッキよりムーンライトモンスター1体を特殊召喚できる。カレードチックでもタイガでもどっちでもいいけどな。そして俺はレイダーズナイトの効果を発動、オーバーレイユニットを1つ使い、現れよアークリベリオンエクシーズドラゴン。アークリベリオンエクシーズドラゴンの効果はオーバーレイユニットを1つ使い、全てのモンスターの攻撃力をこのモンスターに吸収する。アルティメットトリズンディスチャージバトル、革命のライトニングデスオベイ。これが最強デッキよ。さあハンドバー、なるほど、いけそうですね。これはいけそう。まあ、とりあえず一回演武天気発動するか。演武天気の効果を発動するぜ。さあカードを1枚手札にくればよろしいか。あ、なんもねえな。ムーンライトタイガーを、これ売らないんだったらもうなんかゴリゴリいくけどいいか。ムーンライトタイガーを手札に加えさせてもらうぜ。そして余計なことをこねくり回さなくてもいいかも。これカレードチックでいいや。カレードチック召喚、カレードチックの効果を発動。カレードチックの効果によりムーンライトイエローマーティンを墓地に送り、そしてムーンライトタイガーを発動、そしてムーンライトタイガーの効果、ムーンライトタイガーは墓地で存在するムーンライトを1体特殊召喚できる。これによってムーンライトイエローマーティンを特殊召喚、レベル4のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築、エクシーズ召喚、冥府の冒険用、鋭き書き爪がどうのこうの、エクシーズ召喚、レッドラプターズフォースストリックス、そしてフォースストリックスの効果発動。フォースストリックスの効果によりオーバーリミットを一つ使い、俺はデッキよりシンギングレイニアスを手札に加えていく。そしてレイドラプターズシンギングレイニアスを手札より特殊召喚、そしてフォースストリックスとシンギングレイニアスでリンク召喚、現れよリッキャリーレイドラプターズワイズストリックス、そしてワイズストリックスのリンク召喚成功時効果発動。リンク召喚に成功した場合、デッキから先鋭のゼプロスを特殊召喚、そして墓地に存在するイエローマーテンの効果発動。イエローマーテンは、ムーンライトタイガーを手札に戻してこのモンスターを特殊召喚できる。そしてレベル4のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築、エクシーズ召喚、冥府の猛禽がどうのこうの、エクシーズ召喚、ラッキョンレイドラクターズフォースストリックス、そしてフォースストリックスのモンスター効果発動。フォースストリックスのモンスター効果によりオーバーレイユニットも1つ使い、てかなんか今チェーンなかった、今ちょっと今なんか若干チェーンなかったっすか相手。なんかちょっとここでチェーンあるのやばくね。ここでチェーンあるのやばくね。ちょっとこれ通るかな。イエローマーテンのイエローマーテンを墓地に送り、このモンスターを手札から特殊化していくぜ。そしてムーンライトタイガーをペンドラムスキャラにセッティング、そしてムーンライトタイガーの効果発動、ムーンライトカレードチックを特殊召喚していくぜ。そして、ゼピロスの効果も発動。ゼピロスの効果によってムーンライトタイガーをお手札に戻してこのモンスターを特殊召喚、そしてムーンライトタイガーを発動。ムーンライトタイガーの効果によって墓地からムーンライトモンスターを特殊召喚、来いムーンライトイエローマーテン。思ったわ今だと思ったんだよな、だと思ったマジで。うわーこれあれだな、ソウルシェイフォースこれあれですね、インフィニティ入れるべきですね。ちょっとめっちゃなんかホルスにガンブリしてなんか俺あれしか入れてないけど、アテムス寿司三昧しか入れてないけど、これ普通にさこういうことされた後にさインフィニティの強めですよね。これインフィニティなんで俺は入れてないんだ、意味が分からん。これ態度だな、これ態度、態度でしょこれ。いや結構頑張ってあれ処理しよう。5300のニビルトークンでなんか頑張るわ俺、ニビルトークンビートするわ。サイレントオーナーズアークライトの効果を発動、
サイレントオーナーズアーチライトの効果によりお前のニビルトークンはいただくぜ。だからなんだかすごいなこれ。いやこれソウルシェイプフォース、これなやっちまってんな。これこれね、インフィニティ入れないとダメですね。インフィニティだともうちょっと強いランピオンを入れた方がいいですね。ちょホルストに全振りしすぎ問題、エクストラデッキどうせ余ってんだからもうちょっと強いモンスター入れた方がいい。何デッキだこれ。 A 細胞組み替え装置、あーエイリアンデッキ、おもろ、やば盤面。やばいこの剣、何この展開力、やっばストラットルでゴルガー出た、最強モンスター相手フィードのカードを1枚を破壊する。まずい、まずいぞ、逃げろ逃げろ、うわーニビルトーク。なにくそー、ちっきしょー。